ヒーテル・パウル・ルーベンス作、フィロモント・バウキスの家の、ジュピターとマーキュリー。客人の正体が神だと知った、老夫婦は、ガチョウをイケニエに捧げようとする。バウキスとピレーモーンは、ギリシア神話あるいは、ローマ神話に登場する老夫婦である。二人は旅人に身をやつした神を心を込めて艦隊し、その法音として洪水から命を救われ、 さらに死後一体の大木に姿を変えた。古代ローマの記述家、オビディウスの変身物語第8巻に、この夫婦と神々との物語が記載されている。ある時、オーミゼウスと息子で伝令の神のヘルメースは貧しい、身なりの旅人を装い、プルギアを旅していた。やがて日暮れ時になり、ニシンは旅人の姿のままで、家々の戸を叩き、 人よの宿を求めた。しかし、寝床から起き出して戸を開けるような、親切な家は見当たらない。しかし、最後に、町外れのあばら屋に住む新人深い老婆バウキスと、その夫のピレーモーンが神々を心よく迎え入れた。夫妻は早速火を起こし、とっておきの燻製肉を刻むと、積み立ての青菜と共に煮込み始める。客人には、足洗いの湯を満たした木鉢と、 上等な敷譜を進め、拭い気読めた食卓には、前菜としてオリーブ、山帽子の酢漬け、大根、チーズ、焼き卵、さらにワインを並べる。やがて煮上がった肉をメインディッシュとして、すましいながらも華やいだ晩餐が始まった。やがて給仕をしていた、老夫婦は、奇妙なことに気がつく。客人の酒好きに、幾度となく酒を注いでいるのに、 酒亀の中身は少しも減らない。それどころか酒が一層満ち溢れているのだ。客人の正体が神だと悟った、老夫婦は恐縮し、大切に飼っていたガチョウを生贄に捧げようとした。神はそれを制し、夫婦に語りかける。我らは神である。この地の不愛想な住民どもは、すぐさまその報いを受けねばならぬ。されどそなたたちは、罰を受けずともよい。 我らに従い、丘の上に登りたまえ、驚く、老夫婦が、神々の後をついて、丘の峰に登り、振り返ってみたものは、水没した町の姿だった。老夫婦が、隣近所の不幸に慌てふためいている、目の前で、今度は自分たちの住んでいたあばら屋が、大理石作りの神殿へと姿を変えていく。見事なる沖縄とばあよ。 そなたたちの望みを言うがよろしい神々の問いかけに、夫婦は少し相談した後で望みを語った。私どもは、新官となり、この宮の番をとうございます。そしてこれまで二人で暮らしてきたものゆえ、それぞれ同じ時刻に息を引き取らしてください。わしが、バーの墓を見たり、バーがわしを埋めるようなことがないようにしていただきとう、ございます神々は二人の願いを聞き届けた。 やがて、さらに年月が経ち、夫婦は、足腰も立たないほど年老いた。そんなある日、神殿の階段の前で語らっていた二人は、互いの体から、木の芽が吹き出していることに気がつく。神々と約束した、最後の時が来たことを悟った夫婦は、口が動く限り感謝と別れの言葉を交わし、そして物言わぬ大木へと姿を変えた。二人が姿を変えた多くと、 西洋菩提樹の木は今でも神殿の左右で茂っている。ありがとうございます。